い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクゼーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回はもんじゃ愛あふれる村長さんの作った宇都宮村へ行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では、夢を踊りするためにインターネットのおつなぎしますわね。ということで、宇都宮に出発。はい、宇都宮に到着。エンジョイ。夢の世界へようこそ。あなたは今、宇都野という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは、魅惑の宇都野の世界をご堪能遊ばせ。さあ、ということで、赤ジャージ、青ジャージ、ジャージ両方ジャージ。なるほど、赤にしていきます、私。さあ、それじゃあ身につけていくか。なんでバナナなぜバナナの山が。さあそれじゃあお着替えしていこう。私上のジャージはさすがに着てないけど、なんか下とかやったら全然普通に履くもん。中学時代のとか。プレゼントの中身は一体。バルーンソファ。あ、なるほど、そういう風に普通に家具なんや。へえ。さてさて、それじゃあ、あ、人と動物たちの住んでるところがきっちりと分かれている。なるほど。あ、こんなところにもんじゃもんじゃ、早速。あ、ね、もんじゃ愛あふれる村長さんだから。あ、かわいい。え、このタイルめっちゃかわいい。あ、ちなみにあの地面の前で座は一部お借りしたものが入ってるらしいです。え、普通に可愛いんやけど。え？え？はい、じゃあ1軒目。いきます。あ、どうも。トリーさん。Can't live without you. あなたなしでは生きていけない。なんかやばくない？やば、これ椅子か。びっくりした。え、やばくない？あの、大金の山。めっちゃお金持ちやん。お、リセットさんが地面を突き破って、突き破って出てきている。あ、でもなんか、他の部屋は結構普通に可愛い感じなんやね。え、これはトリーさんの部屋なの？誰のお部屋？トリーさん男の子じゃなかった？あ、いなく、あ、そっちに行ったのね。はい、それじゃあちょっと奥の部屋を見させてもらいます。あ、あ、なんか奥は、ちょっとね、南の島を彷彿とさせる、この三人。この三人？まさかの寿村長まで。まあね、ツアーに行ったら寿村長いるからね。村長というか、寿元村長というか。なるほど、なるほど。で、この写真はどうやってもらうの？くうこちゃんの写真。写真の裏に小さな字で何か書いてある。好きな言葉は、妻の言うに向こう山も動く。奥さんは強いということだな。あ、なんかこんなところでスイカが割れてる。戻しておいた。超能力か。はい、そして、いや、なんか結構、入り口がこういう感じやけん、どうなんかなとは思ったけど、他の部屋は、めっちゃ、ね、かわいい。
はい、そして右側の部屋は、ここはなんか全体的にカーニバル？カーニバルって感じやね。いいね、いいね。お、もしかしてこの飛行機の設計をしたんすか？かっこいいやん。こういうなんか図面引ける人とか、めっちゃかっこよくない？あ、そして私この時計好き。このタヌキの振り子時計すごい好き。たい焼き？しかし私はたい焼き、あー、クリームたい焼きなら食べれる。あんこが食べられないから。さあ、それじゃあ、2階へ。お、2階は、え？なにこれ？何これ？怖いよ、なんか。え？お葬式？でも、祝われてる。祝われてるけど、え？お葬式？お線香あるし。え？ローストチキン。鳥さんたちが弔われている。え、どうしたの？ここの鳥住人さんたち、殺されちゃったの？どうしたよ。怖い。ものすごく明るい雰囲気だけど、なぜ？あ、ちゃんとここに、これ帳簿もつけられるのね。はい、それじゃあ、地下へ。あ、地下はなんかすごい、あ、幻想的な感じ。DJ、かわいいね、なんか。え、DJ めっちゃかわいいし、クラブっていう雰囲気にしては、ものすごく家具もかわいい。乙女な DJ なんかな、ちょっと。なるほど。そういうのもいいよね。パンクなだけじゃなく。お邪魔しました。トリーってもしかして鳥が好きやけんトリーなんかな。鳥が好きすぎて卵料理とか鳥料理を食べまくって。で、とりあえず命いただきましたっていうことで、弔い的なね、お葬式。あ、シオンさん、村長さんやね。Have a good day. 良い一日を。はい、過ごさせてもらいます。ここシオンさんとこってことかな。お邪魔します。あ、セブンやセブン。なるほどね。セブンイレブンで。ここがレジ。これ多分くじ引きの景品か何かが置いてある。お、これは、もんじゃじゃないか？もんじゃですよね。なぜ？これ多分公共料金の支払いとかそんな感じ。きっとそんな感じ。これは一体、あれかな？こういうワゴンに入っとるってことは、ちょっと安売りになってる商品とかそういうことなのかしら。あ、横にこれがあるってことはもしかして、アミーボカードが安くなってるとかそういう、お？コピー機からもんじゃ。至るところにもんじゃが姿を現す。あ、左側は、これはカフェかと思ったけど、そういうわけではないのね。普通に家かな。一瞬カフェって思ってしまった。でも雰囲気可愛いし、美味しそう。めっちゃ美味しそう。いいね。はい、そして奥の部屋へ。あ、これは！はい、びっくりした。な、どこにあったのか、あ、そこにあったのか、ハート。はい、この、もんじゃ愛溢れる。
もんじゃ愛あふれるこのお部屋、素晴らしくない？すごいな。ほら、もうあがめられてるよ、もんじゃ。至るところにもんじゃだよ。あのなんかちょっとアップ具合もいい感じよね。ほら、色合いもね、ソフトクリームの色合いまでちょっと緑っぽい感じ。はい、コルクボードにももんじゃ。あ、すごいな。やばいな。写真もちゃんと飾られてあるしね。すげえ。愛に溢れてる。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側は、めっちゃスイーツや。超スイーツや。左側も美味しそうなスイーツがね、いっぱいある。ちょっとカフェっぽい感じのところやったけど。右側、なんだか盛大にお祝いされているかのような。もうこういう夢のような部屋に降りたい。そしてちゃんとすべて食べられるっていう。まあ、すべて食べられたらちょっと座ることとかはできんけど。座ることはできんし、まあ、床のやつはちょっとあれやけど。もうね、こういう空間に、人生で一度でいいので行きたいです。実際に食べられるお菓子の家、入ってみたいです。そして食べたい。ふふ。はい、そして、2階へ。2階はなんかちょっと散らかっているけれど。なんか、この村は、なんか家の中にね、結構写真を飾っている。どうした？だらしないぞ。どうした？だらしないぞ。きっちり整理しないと。至るところに。てか、至るところに、この模様の布が、これはあの、もんじゃつながりですかね。もんじゃが好きだから、この柄なんすかね。いろんなところに。はい、そして、地下へ。あ、かわいい。地下は地下でものすごくかわいいんですが。あ、いいね、いいね。子供部屋みたいな感じなんかな。子供部屋みたいな感じ。てか、これね、これなんよ。私めっちゃ、このテレビの、ピンクのテレビのやつがめっちゃ好きなんよ。超かわいい。ね、色味、最高やと思う。座る。十字キーの上に座る。これもピンクのかわいい。私ね、ゲームボーイアドバンスだとか、とかまあ、カラーは、パープルやってんやけど、ゲームボーイアドバンスとか、あと他、3DS の前、DS? とかそういうのね、ピンクなんよね。ピンク大好きやけん。ピンク大好きなので。ここで何か作ってるの？くちばしついてるけど。ほい、お邪魔しましたー。さあ、それじゃあ、上の方にも2軒家が。上下で分かれとんやね。てか、めっちゃ綺麗じゃない？超綺麗じゃない？ほら、木の向こう側には花が。こんな感じできっちりきっちり分けられとって。ね、ほら。めっちゃ可愛い。あ、こんなところにももんじゃ。ここはもんじゃロードですかね。素晴らしいもんじゃロードです。あ、こっちの方は、和風エリアに入った。はい、和風エリアで、3軒目の、だいぶでかいお家やね、お邪魔します。あれ？家の住人さんはいらっしゃらないのかしら？外におるんかな？あ、かわいい。
日の出や日の出。おお、なんか、ずらっと勢揃いやね。招き猫たち。はい、それじゃあ、左の部屋へ。え？ハロウィング、びっくりした。ハロウィングッズが大量に、ここに置かれている。ちょっとパッと見さ、このトタキケの、これジャケット？このトタキケのやつの感じもちょっと不気味よね。すごい真っ白。音楽もきっちり不気味な音楽にして。いやー、怖いわ。ここまでたどり着いた人がここで殺されたわけではないよね。見てはいけない。はい、そして奥の部屋へ。でっかいかい。奥は、キャンプ？あ、いいね、いいね。こういう、でっかい鍋でシチュー。あれやん。もうすぐね、寒い季節がやってくるけん。また今年もシチューが食べたい。シチュー美味しいよ。で、いっす、ちょっと前にシチュー食べたんやけど。いいよね。でっかいかい。でっかい。はい、そして、右側の部屋へ。右側は、キノコ部屋。え、マスター。なんだか、マスターに見守られながらここで眠るのかな。すごくシュールな感じなんだけど。すごいね、めっちゃキノコだらけなんやけど、どこまでもキノコ。多分この部屋超湿気すごいんじゃない？ジメジメしてそうな感じ。キノコがこんだけ生えているということは。はい、そして、2階へ。お、2階はモンハンだな。これいいよね、ちっこいちっこいフィギュアたち。化石で作れるんやっけ？私も作ってもらいたいけど。モンハン家具ちょっと久々に見た感じがする。私も一時期置いとったけど。え、燃えるよ？燃えるよ？大丈夫？焼き豚になってしまう。はい、そして、地下へ。おー、いいね、いいね。あ、一瞬、なんか取り囲んで、宴会っていうか、なんか料理がずらっと並んどんかなって思ったら、エトのフィギュアだった。なんか、すごいおめでたい空気に包まれとる。お正月って感じやね。奥の方に駒とか羽子板とかあるし。あの、小学校の頃って学校で、こういう駒、羽子板とか昔の遊び、なんか昔ながらの、まあ、お正月っぽい遊びとかをいろいろしたりとかしよったんやけど、今はそういうのないんかな。なんか寂しい感じするね。はい、お邪魔しました。住人さんはどこへ？あ、いたいた。この人こそ鳥っぽい感じやけど、違うの。ペリー！ What？ こちらエージェント P。エージェント P。何 P？ あ。どうも、こっちにいたの。テチコさん。ソウの村、鳥の村。鳥の村？鳥の村なの？でも鳥さんたちみんなちょっとやられてたけど大丈夫でしょうか。あ、こっちは和風じゃないんやね、洋風。お邪魔します。おお、めっちゃスプラトゥーンじゃないですか。超スプ、そしてなんかめっちゃスプラトゥーンな部屋やのにすごいシーン、時計の音だけが響き渡るこのシュールな感じ。はい、左側は、
はぁ、見てるだけでめちゃくちゃ寒くなりそうな感じ。めちゃくちゃ寒くなりそうな感じやけど、チョコケーキが美味しそう、とりあえず。いいの、スキー。私、スキーってなんかすごい怖そうな感じがするよね。これ何？これ、なんか実験とかで使うやつ？違うかな？全然違うかもしれない。なんか電極とかそういうやつじゃない？あー、雪合戦とかしたいなー。はい、そして、奥の部屋へ。全体的に無音なんかな？はい、奥は、ちょっとファンシーな感じ。結婚式ですか？いや、でも両方女の子だな。かわいい。いや、なんかこれ、そこのベッドの上で寝よったらさ、夢の世界に連れて行かれそうじゃない？前に。前に人力車、馬車あるし。寝たまま連れて行かれるのはなんかちょっと怖い。目覚めたら全く知らない場所。こっちからじゃなかった。さっきから、座るところめっちゃいっぱいあるの、この部屋。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側、卵部屋や、卵だらけ。え、そしたら、料理まで。料理まで卵料理なんですけど。ほら、オムライスに、オムレツかな？オムライスかな？イクラも卵やろ？で、目玉焼きも卵。これは？天津飯？かな？めっちゃすごい。鳥の村って言ったけど。鳥の恩恵をめちゃくちゃ受けている。素晴らしいほどに。なるほどね。住人としてめでるだけではなく、きっちりこうやって、産んだ卵を、食べさせてもらってるのね。ほい、そして、2階へ。あ、2階はめっちゃラブリーな感じや。いいね。でっかいクマさん、いいね。クマの膝の上に座りたいです。かわいい。めっちゃピンクで女の子って感じ。女子力に溢れている。着てる服もピンクなのね。この部屋に住んでいる女の子。てちこちゃん？あ、でも確かにてちこちゃんは外におったけど、前メロ系、ピンク系やった気がする。ほい、地下へ。お、地下は、誰かの誕生日のお祝い？ハッピーバースデー、しずえさんの誕生日？おー、それは盛大にお祝いしなくては。すごいね。さすがしずえさんやん。さすがこの村のアイドル。しずえさん、たっぷりと、プレゼントをもらって。そして、誕生日のお祝いはバイキング形式ですか？素晴らしすぎるやん。でっかいケーキも用意されて。いいなぁ。私の誕生日もこういう風に盛大に祝っていただきたい。とりあえず食べたい。はい、それじゃあお邪魔しました。宇都宮は鳥の村。鳥の村らしいけれど。しかし、ね、たくさん大量に卵を産んで、ま、その卵を料理にして食べて、で、でも、本体も食べられとったよね。本体も食べられた上で弔われていた。いやー恐ろしい。いやー恐ろしい。それでもこの島に住みたくなる魅力がきっとあるんだろう、鳥系住人さんたち。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、なんか外もねすごい綺麗やったし、と村長さんの家、村長さんの家はもんじゃいですごい溢れとったね。コンビニでまでもんじゃ関係のものがいっぱい、コピーまで取っとったし、素晴らしいね